イカロサウルスは、アメリカニュージャージー州のロックタン類層下部から発見された、三上気候期に生息していた、クアニアソーデの絶滅波虫類。原生のトカゲ類や、昔トカゲに近縁である。ビブ、肋骨の一部、片方の前足、後ろ足の一部が失われた部分的な骨格をもとに、記載され、体長はおよそ10センチメートルである。近縁のクエーネオサウルスのように、 皮膚で覆われた非常に伸長したあばら骨からなる翼を用いて、小距離の滑空が可能であった。これらの滑空用皮膜は膨らんだ上面とへこんだ仮面を持つことにより、滑空に適した簡単な翼型を形成していた。このような滑空様式は、コエルロサウラブスや、原生のトビトカゲでも見られるが、両者ともに、イカロサウルスとは近縁ではない。明確に、 イカロサウルスに属する唯一の化石は1960年にニュージャージー州のノースバーゲンで当時10代だったアルフレッド・シーフーカーが採石場を探検していた際に偶然に発見された。シーフーカーはその標本をニューヨークのアメリカ自然史博物館の科学者のもとに持ち込み、同定と保存作業が行われた。この標本は1966年に 古生物学者であるエドウィン・ハリス・コルバートによって記載され、コルバートはシーフーカーへの懸名として、これをエクロサウルス・シーフーカリーと命名した。この化石は1980年代後半までアメリカ自然史博物館のコレクションであった。1989年にシーフーカーはこの標本の変換を要求し、その後約10年にわたって彼の個人コレクションとされていた。 2000年になってシーフッカーは、この標本に対する科学的研究が不可能になるのではないかという、古生物学者たちの懸念をよそに、競売業者のバヌムスバターフィールドを通してこの標本をサンフランシスコの競売にかけた。この化石は、査定価格のわずか半分でしかない16万7千ドルで、カリフォルニアのディック・スパイトに売却された。同年、 スパイトはこのイカロサウルスの模式標本を寄付することによってアメリカ自然史博物館に返還し、この返還を記念してアメリカ自然史博物館は2000年10月7日からこの標本を公開した。ありがとうございます。